必ず生存する美容室を作る美容室専門税理士の中島です。今日のサロン開業アカデミーのテーマはこちらです。タンス預金で創業融資は借りられるのかについてお話をさせていただきます。先日ですね、開業相談をさせていただいた方、この方はもうすでに面談をやって融資申請をして融資決定が出た方なんですけれども、その方がですね、一番最初にこう相談に来られた時に、聞かれたことというのは、お金200万円持ってるんですと。でもこのお金全部タンス預金なんですけど、融資は受けられますかっていうことを聞かれました。なんで最初にそれを聞いたかというと、一番不安だったんでしょうね。ご自身が多分一番気にしていたと。お金200万あるけど全部タンス預金なんだと。でこれで本当に融資が受けられるのかということを心配をされてたわけなんですけれども、結論から言うとですね、この方の場合においては結論は1300万の融資決定が出ています。なのでその方が言うタンス預金200万でも融資決定が出たというのは一つの事実なんですけれども、この動画でお伝えしたいことはですね、だから大丈夫ですよということを積極的にお伝えするんではなくて、タンス預金でも大丈夫じゃないんだと、タンス預金でも大丈夫ということではなくて、やっぱり僕がお伝えしたいことは、自己資金はタンス預金で準備することはもう絶対にやめましょうねということを強くお伝えしたいということなんですね。なんだよという話かもしれないんですが、僕は YouTube を始めた当初ですね、なんかこうキャッチな言葉がいいなということで、タンス預金を自己資金にする方法みたいなのを動画で出したことがあるんですが、だからちょっとずるいですよね。今は逆のことを言ってるわけです。タンス預金は絶対にやめましょうみたいなね、話をするわけなんですけど、伝えたいことはそこ。だけど、今回で言うと、結果1300万で融資を受けているわけなので、ご自身がタンス預金だと思っていることであったとしても、融資が受けられる可能性はあるよと。だからその可能性を探っていくということが大事なんだけど、大前提はタンス預金でも大丈夫っていうことではないということだけ、そしてこれからお金を貯めていこうという方においてはですね、タンス預金は絶対にやめましょうということをぜひ知っておいていただきたいなと思います。ではですね、もう少し詳しくお話をさせていただくんですが、じゃあタンス預金ってなんでダメなのかというとですね、銀行からすると、もうタンス預金の時点で疑われているわけなんですね。そのお金って本当ですかなんて直接的に疑いをぶつけられることはないんですけど、でも裏付けを取るための質問っていうのがたくさん来ます。だからもうこの時点でね、信頼されてないわけなんですね。創業融資面談で大切なことというのは、私の独立は絶対に成功するんだと信頼をしてもらうことなんですね。これが一番大切なんです。なので融資面談の場で何をするかというと、自分の信頼をプレゼンテーションするっていうことがとても大事になります。だからその時に、私のもう準備してきたお金タンス預金なんですっていうのはやっぱりマイナスになっちゃうんですね。タンス預金では信頼は得られないわけなんです。だからタンス預金で準備するのはやめましょうということをしっかりお伝えしたいなと思っています。でこの方の場合はですね、背景を少しお伝えをすると、通帳でお金を貯められないような事情が、若干ありました。一時期お金をちょっと苦しい時期が過去あったと。で通帳を見ると僕もね、結構わかるんですけど、創業当初なんかね、お金がどんどん出てくるのを見るのがすごく精神的にストレスになった時期があって、だから気持ちはすっごいわかります。でその方も一時期そういう時期があったと。でだから通帳残高見たくないんだっていう時期がどうもあったみたいです。だからそういったこともね、丁寧に実は銀行さんに話をして背景を知ってもらったっていうこともあるんですが、この方の場合は通帳残高は20万、給料があって生活費を払って、残りが毎月10万から20万ぐらいだったんですよね。でそとあとはタンス預金180万、合計200万って言ってましたからね、通帳以外で180万のお金はあるって言ったんですが、よくよく聞いてみると親からの支援金が100万円あったわけなんです。つまりコツコツと貯めたお金は実は200万ではなくて100万円だったわけなんですね。だからこれが面談の場で発覚するのは NG なわけなんですね。だから最初にちゃんと説明をしておくということ。だからこれが面談の場で質問されていろいろ聞かれた結果、いや実はそうなんですって言われちゃったら、それがここで発覚するともう信頼ガタ落ちなので、やっぱり NG なわけなんですね。お金って色はついてないんですけど、
いきなり増えるなんてことはないわけです。まあ、給料とかね、お金が入ってきて、いろんな払った残りをコツ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 積み上げるしか増える方法はないわけなんですね。だから通帳のお金の動きを見ればやっぱりわかります。この話は本当なのか、なんでこういう風なのかっていうのは動きを見れば全部わかる。だからお金を借りるときはですね、通帳の過去何年、まあ過去の半年分とか見るわけなんですが、だからお金の動きを確認するということになっています。で、まあ、ぶっちゃけ言ってしまうと、まあ、これちょっと僕の一つの考え方なんですけど、自己資金はまあ少なくてもいいのかなと思っています。少なくても大丈夫って言ってるわけではなくて、とにかく嘘はダメなんです。自己資金をできるだけ多くしたいからって言って、いろいろなんかね、いろんな話を持って、いや、俺300万あるよとか、俺200万あるよっていうふうに言うのはダメだということですね。嘘は絶対にダメなんです。少ない理由をちゃんと説明するということ。いろいろありますよ。精神的な不安定な時期があって通帳残高見たくないから、貯めて、入ってきたものを抜いて、そして私はこうやって貯めてきたんですっていう方だっているし、そういうことをちゃんと言えるかどうかですよね。例えば結婚して結婚のためにお金貯めてきたけど、結婚式でお金使っちゃったからもうそれが今減っちゃったんですとかね、家を買うためにとか子供がなんとか何かがあってとか、いろんな背景があります。そういったことをちゃんと説明するということはとっても大事になります。そして、まあ、サポートをしてもらえる環境があるということですね。まあ、これはいろんなケースがあるんで違いではないんですけど、まあ、幸いなことに、まあ、ご両親とかご兄弟とか金銭的な支援が受けられるっていうようなことがあると、まあ、プラスにはなりますよね。あとはお金の使い方とか経営のサポートが受けられる、まあ、もちろんお金を貸す方からすればですね、やっぱりお金の経験値の少ない方にお金を貸すわけだから、その時にしっかり勉強している方とか、まあ金銭的、まあ、例えば税理士とか、ね、いろんな会計事務所とか、まあ、経営の支援を受けるっていう前提が分かっている人の方がお金を貸す方からするとやっぱり安心しますよね。まあ、そういったところで、まあ、これはプラスの評価ぐらいなんですけれども、そういったサポートがあると、まあ、より有利には、なったりします。でこの方の結局、まあ、融資が受けられた理由は何なのかというとですね、その方はやっぱり自己資金として私が準備してきたお金は独立のために準備してきたお金は200万だって言われていたんですが、その方が気づいていなかったお金がいくらかありました。まあ、お金のことなんで存在は知ってたんだけど、あ、それも自己資金として見てもらえるんだっていうことに気づいていなかったお金があったと。それが何かというと、過去ですね、保険の積み立てをしてきたと。貯蓄型の保険をコツ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 もう10年ぐらいやってきたと。そういう保険が実はあったということですね。あとは、まあ、ご結婚されてたんですけれども、家族名義で全部引っ掛け集めると、まあ、本当に少ない金額とは言いながらも、ずっと貯めてきた通帳が、まあ、いくつかあったと。で、そいつも全部集めてきたと。たら、いくらかあったということ。そして、まあ、自己資金というわけではないんですけれども、プラスの評価として退職金であったり、まあ、先ほどの両親からの支援金というものがあると。なので、まあ、この方の場合はですね、本当の自己資金はいくらだったかっていうと、まあ、通帳が20万、通帳、まあ、タンス預金として現金で貯めていたお金が80万、で、保険の積立金、もし今解約するといくらかっていう金額が80万、で、家族名義の通帳を全部引っ掛け集めると、70万、で、全部で250万のお金がありました。で自己資金じゃないけどプラス評価になるものが退職金がまだもらってないですけどね、70万と両親からの支援金が100万円あったということになります。なので結局ですね、銀行さんは何を見るかっていうと、コツコツと貯めてきたお金はいくらあるの？コツコツとお金は貯められる人なのかどうかっていうのを、まず見るわけなんですね。なので、この420万っていうものが、まずはその人の、まあ、コツコツ積み立ててきたお金の、まあ、お金と、あとはまあ身内から借りられるお金も全部含めて420万あるんだということになるわけですよね。でもちろんですね、この420万っていうのは全部使っていいかっていうと、もちろんそうじゃないと。使っちゃいけないお金があるわけです。だからその人は200万も思っていたけども、コツコツととかいろんな私の持っている、借りられる可能性、サポートを受けられる可能性、全部ひっくるめて420万なんだけど、使っていいお金っていうのは、通帳と、タンス預金と、両親からのサポート資金の200万だけ。あとは、万が一の時のお金だというふうに、やっぱりそこは区別していかなければいけません。自己資金って何なのかっていうと、やっぱり開業のために、どれだけ準備をしてきたのか
っていうことを、まあ、示すお金なんですね。なので自己資金を見ればとかお金の貯め方を見れば独立の本気度がまあわかるわけなんです。なのでもしですね、まあ、この動画を見ていただいて、まあ、これから独立を考えている方で、ああ通帳にはお金ないなと、実はその、まあ、金庫とかね、自宅にこういうふうにお金貯めてるお金があるんだっていうことであれば、今すぐにでもいいので今すぐに通帳に入れちゃってください。そして今日からコツコツと銀行口座でお金を貯めて、お金と信頼を積み上げて、今からコツコツと積み重ねていくということをぜひしていただきたいと思います。信頼を積み重ねるっていうことが何より大切になってきますので、まあ、創業融資で融資を借りられるかどうかっていうのは、まあ、お金だけではないんですよね。でもお金は必要だ。で、そのお金は金額の大きさだけではないと。コツコツと本気にしっかりと貯めてきたかどうかっていうことが何より重要だということと、美容師としてのキャリアをしっかりと積み上げている、この2つが必要だということをぜひ知っておいていただきたいなと思います。ということでですね、今日のテーマはタンス預金で創業融資は借りられるのかについてお話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。